ラジオがありましたので起きてるだけで、今起きたわけではなく寝てないだけです。ごちゃありがとうございました。なんか今日はクックパッドからのあれがあってか、アドレナリンがあるのか、なんかいつもやったらもうバタン級なんですけど、そう、それがない。なんかさ、虫がね、虫がおるんよ。七並べでもしますって嫌ですそこまで脳を使いたくないねえ、もう気持ち悪い。そう、なんかあの虫を殺しちゃうやつ、そう買おうと思ってずっと買えてなくて、そう、いやこれはでも私が悪いんですよ。あの網戸だと思って、網戸を、もともと網戸をしとって、網戸をしとったけん、なんかさ、網戸って大体さ、窓の右側にあると左側にあるとかあるやん。それがもともとあって、でそっち側にいつもあるけんさ、そのある方向のままそっち側に網戸があると思い込んだまま窓を開けてたんですよ。そうで、ふと「え、待って」と思って、今日左側にやったわと思って、多分普通に開けとったよね、窓を。完全に開けてしまっとったよね。あっ、気持ち悪いえ、気持ち悪い。今耳元で、ちょっと朝からうるさいよね。私は寝てないんで元気なんですよ。え、今ちょっとさすがにさつった気がしたけど、え、気持ち悪い。めっちゃもう最悪。自分が悪いんですよ。いや結構でかいよ。え、今結構潰したと思ったんやけど、え、最悪かなんかな。じゃあ超最悪。めっちゃ耳元で、聞こえて、最悪。本当に部屋が白いけんね、目立つんよ。でもさ、さつった気がする。あのオール、まあオールですね。ラジオやってたんですよ。あの知らない人のために言っておきますけど、私はこんな朝からテンションが高い人ではなくて、ラジオがあったので1時半から4時半さっきまで、それで寝てないので、しかもイベントやってラジオやったから、あのアドレナリンがある程度出てて元気なだけで、普段は全然そんな朝から元気じゃないです。ゆうちゃん、パンダタワーありがとう。ちょっと待って、え、今絶対叩けたと思ったんよ。最悪、どうしよう。でも消えた。もう最悪すぎる。絶対虫のスプレー買いに行く。最悪。ウェディングドレス姿見せてくださいって。まああれはね、ラジオだからちょっと言ったのもあるし、本心もちょっとあるしって感じなんですけど、え、痛った。殺虫剤あるかもしれん。てかなんでこんな眠くないんよ。やっぱもうなかった。使い切っとったわ。
去年かなんかで。すけさん、ゆうちゃんたい焼き、広島港パセリさんたい焼き、ミッドナイトシュガーさんたい焼き、赤やるサンタさんたい焼き、ゆうちゃんたくさんたい焼きとたわ、ありがとうございます。めっちゃ最悪、あの音もう本当に最悪、めっちゃ嫌な音がした、本当に最悪本当に最悪すぎるみたいな音。何時に寝よう。いやなんか起きとるっていうか、せっかく、まあ、せっかくっていうかこの時間起きとるけん、モーニングにでも一人で行ってみようかなと思ったよ。カフェとかは絶対普段一人で行かないんですけど、あのモーニング